広島市民球場マズダズーム、ズームスタジアム広島マズダズーム、ズームスタジアム広島は、広島県広島市南区南カニアにある野球場。プロ野球、セントラルリーグの広島東洋カープが、専用球場として使用している。広島市が所有する野球場で、広島市の条例に基づく名称は、広島市民球場。株式会社広島東洋カープが、 指定管理者として運営管理を行っている。施設命名権に基づき、開場時の2009年4月から松田が命名権を取得し、マ田ダズームズームスタジアム広島の故障を用いている。老朽化した初代の広島市民球場に代わる施設として、広島市が主体となって、広島市が取得していた旧東広島貨物駅のヤード跡地に建設された。 野球場で2009年春に竣工し、同年から広島東洋カープの専用球場として活用されている。建設にあたっては、従来の日本の野球場にはなかった、様々な新機軸が取り入れられ、後に建設、改修される野球場に様々な影響を及ぼしている。また、東球場においても、会場後は、 球場周辺に様々な商業施設等が建設され、賑わいを見せている。なお、初代が本利用されていた2009年3月31日までは、広島市条例などにおける暫定的な名称を、新広島市民球場としていた。広島東洋カープは1980年代から、球団職員をメジャーリーグのスタジアムから国内の地方球場に至るまで、 くまなく派遣、施設の視察を行わせるなど、広島市民球場に代わる、新球場の研究を精力的に重ねてきた。1990年代に入ると、広島市の平岡隆市長が、若者に魅力ある街づくりとの観点から、国鉄生産事業団が売却の方針を示していた、広島市南区東駅町の東広島、貨物駅移転跡地に、 ドーム球場建設を検討する考えを表明する。その後、地元経済界を中心に、相次いで、ドーム球場プランが提言されたことを背景に、広島市の跡地検討調査委員会は1997年9月、貨物ヤード跡地の利用目的は、ドーム球場建設との結論に達し、1998年3月、広島市はこの土地を、 広島市と地開発公社に先行取得させた。その頃には、広島市の財政事情悪化で、ドーム球場建設についての議論は下火になっていた。ものの、2000年代に入ると、市民球場は、会場から約半世紀が経過、対応限度8000時間とされた、放電管式、アストロビジョンの使用時間は1万時間を、オーバーした上、ビジョンを構成する放電管が、 製造を中止となったため、その交換も、ままならず、ドット落ちが発生するようになっていた。さらにガイアフェンスの一部に、穴が開くようになり、プラスチック座席は3連線で3、40席は、壊れるなど老朽化がより一層深刻になった。また、三類、側ビジターチームのロッカールームは冷房設備すらなく、ヤクルトの選手会が、 大型扇風機を購入して無償で提供するような状態であり、溢れた選手は通路で着替えなければならないことと、設備面に対しても不満の声が漏れ始めた。こうしたビジターチームの不満は広島球団に向けられ、選手自ら頭を下げることもしばしばであった。こうした事情に加えて、ヤード跡地の金利負担軽減特例措置が切れる2003年が、 迫ってきたこともあり、2000年以降、再びドーム球場建設の可能性が検討されるようになった。だが、ドーム球場は、高い建設費、維持費に見合う収益が期待できない上広島球団も、人工芝は選手にとって体への負担が大きく、アメリカでは、時代遅れとなったことなどを指摘したため、2001年3月、 広島市はそれまでの方針を転換し、ドーム球場案に代わる天然芝オープン球場を中核にした複合施設案を有力候補とした。これを受けて、広島球団はオープン球場の事業化を検討開始。その後、2002年に行われたコンペにおいては、広島球団とアメリカの不動産投資信託大手のサイモンプロパティグループ及び電通。 カシマ建設などによる共同企業体チームエンティアムが提案した PFI 方式による再開発計画が選ばれた。一方で地元経済界などからは天候に左右されない広域集客のためあくまでドーム球場建設を求める意見が出されたが2002年7月広島市の秋葉忠都市長はこの 複合施設型オープン球場案を推進し、2004年度に事業着手することを正式表明した。しかし、計画を進める途中の2003年9月、サイモンプロパティグループが日本における進出方針を東京を中心とした三大都市県重視に変更、同年11月には広島への進出断念を最終通告する。 共同企業体の中核企業が撤退したことを受け、同年12月1日、計画は全面的に白紙化、頓挫した。その後、大阪近鉄バファローズとオリックスブルーウェイブの合併問題を激とした、球界再編問題が起こった際に、広島球団生き残りに危機感を覚えた、地元経済界、市民を中心に、市民球場の改築、または、 貨物ヤード跡地への新球場建設を求める声が高まり、2004年11月、官民で組織する新球場建設促進会議が設置された。これと並行して、中国新聞、中国放送などの地元マスメディアは、たる募金と題して、建設資金年出のための市民募金運動を実施し、最終的に約1億2000万円の募金を集めた。 促進会議で検討を進めていく過程で、観客席最後部に位置し、フィールドを望めた上で、球場を周回可能な幅8メートルから12メートルのコンコース設置、大リーグ球場並みのゆったりとした間隔、レイアウトの観客席、緩やかな勾配の1階席と高さが抑えられ感染しやすい2階席の設置、球場関係初出面積2万5000平方メートルは、 1> 約12,500平方メートルの各歩道の広島球団の要望を満たすため、新球場は市民球場よりはるかに大きい建築物となることが明らかとなった。旧市民球場に近接する広島バスセンターのバス出入り口道路。そのため現地で改築を行う場合、まず近接している建物との干渉が問題になる。 そのために生じる近接建物の移転問題に加えて、ホームゲームを進めながらの改築となれば、選手、観客への安全面での十分な配慮が必要となる。ことから、建設費用増加や後期長期化が予想された。一方、貨物ヤード跡地に移転した場合、用事面での制約は少なく、さらに球場を中心とした広島駅周辺の、 大規模な再開発が可能になる一方で、公共交通機関や周辺道路が、下日ほどには、整備されておらず、市民球場に慣れ親しんだ観客にとって、交通利便性は悪化する。さらに、旧市民球場周辺の焦点からは、街と一体化している球場が移転すると、顧客の流れが大きく変わる恐れがあることへの懸念が、示され、他にも、事業主体をどうするか、 何より、資金調達の問題などを含めて、両者のメリットデメリットは様々であった。2005年3月、新球場建設促進会議は、建設場所は、現在地で、プロ野球を開催しながら建て替える案を基本とし、検討を深める。現在地での建て替えが資金面や後期等の問題で、実現困難な場合は、ヤード跡地への新設を検討するとの広島市への、 最終提言を取りまとめた。2005年7月に入り、広島市の秋葉市長が、現在地での建設困難を理由に貨物ヤード跡地に建設する方針を示す。一部ファンの反発もあったが、地元経済界はその方針を追認、広島球団もかねてより建設地には関わらない姿勢であり、新球場の方向性が固まった。 それを受けて2009年に新球場でのオールスターゲームの開催が内定した。しかし2006年3月に実施された新球場の設計、試行コンペでは防衛施設長談合事件に絡んだ多数のゼネコンが参加できない事態となり唯一参加資格を得たグループの案も広島球団に興行を行う自信がないと告評されるほど見解の相違が大きく、また 広島市民やファンの間でも結果として1、グループだけのコンペになったことへの不満、反発が強く、不採用となった。2006年4月には建設予定地の土壌から、基準値を超えるヒ素が検出され、プレーする選手や観客の安全性を問題視する報道がなされた。また、広島市が、再コンペ時に、球場本体の建設予算を90億円に、 設定したことは、100億円以上の建設費を費やした、打球場の例を、一部マスメディアによってしばしば引き合いに出される結果となり、市民やファンの間に、カープの本拠地となるのに、貧弱な設備しか持たない球場になるのではという憶測が流れた。2006年6月には、先の設計、思考コンペに参加したものの選考前に辞退した、アラップスポーツグループが、 広島市の方針にことを唱える記者会見を行い、建設費用を190億円に設定した独自の球場プランを公開する事態まで発生した。このように、新球場をめぐる混沌とした状況に加えて、市民球場の跡地利用策が父として進展しなかったため、広島市民やファンからは、広島市は本当に新球場を作る気があるのか、2009年に、 新球場は間に合うのかといった厳しい意見も出始めていた。上記のような厳しい見方があった中、2006年8月になって、駅東町地区インフラ整備として排水路工事が始まったほか、同年9月には設計を対象としたコンペが新たに実施され、最優秀案として東京辰巳国際水泳場や兵庫県立田島ドームなどを設計した。 建築家の千田光が率いている環境デザイン研究所の作品が選ばれた。広島市は2006年10月26日、この最優秀案をもとにした基本実施設計契約を環境デザイン研究所と締結。同社はファンや選手から寄せられた意見を取り入れつつ、2007年2月に基本設計、同年7月には実施設計を取りまとめた。また、 2007年5月に発表された事業計画によれば新球場の本体建設費及び土地取得費を合わせた整備費144.75億円のうち11.54億円については前述のたる募金投機付近や国土交通省の町づくり交付金、下水道国庫補助金等にて賄うこととされた残り133.21億円をすべて 使用量収入で補うこととすると年間使用量は維持費2.3億円を含め8.85億円となるが実際の年間使用量を6.57億円とし維持費を除いた年間4 2 7億円を用地取得費の残額と建設費の一部に充当する計画である。球場入り口にある建設事業寄付者名板。寄付金提供した 地元企業や損募金活動を検証したもの、広島球団は、球場使用料として、現市民球場に、年間5億6 0万円を支払っているが、これが新球場では1900万円増額された5億7900万円となる。残る7800万円の年間使用料の負担については、従来のアマチュアマスメディアからの、使用料徴収とされている。 こうした要因を加えると残る実質負担額は46億円となり2007年6月4日広島市広島県地元経済界の3社で広島市が23億広島県と地元経済界が11億5000万円ずつを負担することで合意したこれらの財源として広島県 広島市は負担分のうち20億円分を充当するため、両社が共同でミニ公募祭、新広島市民救助祭を発行、購入希望者を募集したところ、締め切りとなる2008年10月15日までに個人と法人合わせて12,272件、予定額の3倍以上に上る66億2,220万円の応募があったため、 急遽同年10月17日に購入者を決める抽選会が行われた。また、地元経済界の負担分とされた11億5000万円については、広島商工会議所等が中心となって、各企業から寄付を募った結果、期限の2008年3月末までに目標額を大幅に上回る16億円帳が集まった。この目標を超えた部分の金額の使途については、 経済界と広島市との間で寄付の趣旨等を踏まえた上で協議が行われ、その結果、新たに、球場北側を走る JR 車窓に向けて、特典、イニング数等を表示する電光掲示板が設置された。新球場建設に携わった企業新球場設計案、建設費用の負担が正式決定したことを受け、 本体建築工事については2007年8月30日に一般競争入札を実施。唯一応札した五洋建設とマ岡組、大鳥治組の広島に、ゆかりのある三社による共同企業体が予定価格の99.99% 99で落札。電気設備工事を落札した中電工、日本電設工業、長沼電業社の JV とともに、 2007年9月28日の市議会の工事受け負い契約の議決を受け、同年11月26日から建設工事が進められた。上記の入札の後には、空調設備、衛生設備、スコアボード等の工事についても入札が行われており、その結果、トータルの落札額が予定価格より2億9000万円安くなったため、この差額分は、 完成後に追加予定だった設備の前倒し発注や観客席のグレードアップに充てられた。建設工事は順調に進み2009年3月28日に完成式が取り行われ、入場券や球団グッズの販売は2009年4月3日から始まった。4月10日の対中日ドラゴンズ戦が公式戦初開催となったが、 試合は3対11と中日が対象し、くしくも旧市民球場の初ゲームと同様に、カープ敗戦でのコケラ落としであった。また、同年7月25日には、オールスターゲーム第2戦が開催された。アマチュア野球の大会では、同年7月から全国高等学校野球選手権、広島大会の開幕式、開幕試合、決勝戦等に使用されている。 前項のような経緯を経て出来上がった本球場の特徴として以下の点が挙げられる。広島の新しい観光資源として PR、公認野球規則に習い、本類から投手盤を経て二類に向かう線を東北東向きとした上で球場を北側の JR 側へ大きく開く形態とした。これによって並行する山陽新幹線など、 JR 車窓から試合の様子が伺えるようになった上、内外野の天然芝保護に必要な風通し、通気性も確保されている。左右非対称を基本とした構造、フィールドのサイズは左翼101メートル、中堅122メートル、右翼100メートル。高二に野球規則の規定1.04吹きを満たしているが、こうした左右非対称のフィールドはメジャーリーグでは 一般的であるものの、従来の日本ではあまり見られないものである。ガイアスタンドも人気のある、ホームチーム側の席を多くした左右非対称型であり、特に、レフトガイア席のデザインは、フェンウェイパークやオラクルパークを彷彿させる特徴あるスタンドとなっている。これは前述したように、球場敷地棒山陽本線、 山陽新幹線が通過するという設計上の制約を逆手に取り、JR 乗客をも球場の観客と見立て、車窓から球場内を伺える構造にしたことによる。ファウルグラウンドの縮小、公認野球規則の制限内で可能な限り、縮小したことにより、観客は選手のプレーをより身近に見ることができるようになった。広島球団の松田オーナーは、 選手との近さは大切な要素だ。二軍ホームグラウンドの建設当時、ファウルグラウンドを広く取るのがいいと考えたが、プレーの臨場感や迫力を考えれば、ミスジャッジだった。と語っており、その反省点が生かされている。フィールド側へ競り出した二階スタンド、従来の球場において、フィールドまでの距離が遠く臨場感が薄れてしまう例が、多い二階内野スタンドも、 本球場ではその先端部分を約10メートル程度飛べ出させ、よりフィールドに近いスカイシートが設けられるなど、ゲームの熱気を体験できるようになっている。緩やかな勾配のスタンド、従来の日本の野球場は、立地上の制約や、野球以外の多目的な使用方法が考慮された結果、内野スタンドの勾配を1階席部分15.0から25.0度、 二階席部分を35.0から40.0度に設定していた。野球専用施設として設計された本球場では、スタンドの勾配が一階席8.9から18.6度、二階席29.5度と、国内の一般的な球場に比べて5から10度勾配が緩やかになっており、これはメジャーリーグのボールパークとほぼ同じ数値である。 このため、観客席からコンコースへのアクセスも容易である。多様な観戦シート、鳴り物装備の施設応援団や熱烈なファン向けのパフォーマンスシートや、砂かぶり席のほか、ボックスフロア、パーティフロア、ブルーペンレストラン、覗きチューブ、さらには AT、AT&T パークで見られるような、ただ見エリアなどが用意され、多くの人に、様々なスタイルで観戦を楽しんでもらえるよう配慮。 されている。ゆったりとしたスペースの観客席、内外野スタンドの全席に、メジャーリーグクラスの横幅50センチメートル、奥行き85センチメートルのスペースが用意されている。さらに内野スタンド外野寄りの席は、ピッチャーマウンド方向に向けて設置され、投手と打者とのマウンド間の勝負が、基本になる野球の観戦に最適になるよう配慮、されている。 幅が広く段差のないコンコース、内野部分12メートル、外野部分8メートルの幅を持つコンコースは1階観客席の最後部に配置される。ここには多数の売店、トイレが用意されており、どの位置からでもフィールド上の選手のプレーを眺めることができる。このため試合途中で観戦を中断させられることがなく、さらにこのコンコースを利用して、球場を周回することも可能である。 このコンコースは、球場完成以後も拡張工事が行われており、2011年のシーズンオフにライトスタンド側、2013年のシーズンオフにレフトスタンド側が増築されたのに続いて、2015年秋から2016年にかけては、バックスクリーン裏手から大衆雨水貯留地、関連建物付近に至るまで増築された。ユニバーサルデザインの導入。 車椅子利用者のためのスペースが、コンコース上に142席用意されるほか、利用者はエレベーターを使えば、球場内のあらゆる場所へアクセス可能である。コンコース上にはさらに、オストメート対応型多目的トイレ、授乳室など用意されているほか、内外やスタンドの観客席には、難聴者向けに音声を電気信号に変えて、 床下に備えた装置から直接補聴器に届ける設備が1000席分用意されている。こうした取り組みは高く評価され、国土交通省のバリアフリー化推進功労者大臣表彰を国内のスポーツ施設として初受賞した。内外や天然芝、本球場で育成される天然芝は見た目の美しさやクッション性が考慮された結果、 洋芝のティフトン419とペレニアルライグラスの2機作としている。この天然芝を効率的に育成、維持するため、国内プロ野球球団の専用球場としては唯一、フィールドにポップアップ式の自動散水装置を備える。コンピューターにより制御されたこの設備は、決まった時間に適量の水を天然芝が 最も吸収しやすい霧状にして巻く仕組みになっている。さらに球場敷地内には、シーズン中に傷んだ天然芝のフィールドを整備するため、補修用の芝が養生されているが、2012年からは、より大規模な補修に対応するため、広島市内にある旧一軍船手領跡地でも養生を行っている。2016年からは、 天然芝の美しさをより引き立てるため、内野道、従来の黒土、砂、アンツーカードの混合度から、水はけが良いことに加えて、赤みを帯びた色彩を持つアンツーカードに切り替えている。このように、新球場は、様々な、観客視点に立った試みがなされているのが、大きな特徴である。新球場の設計コンセプトに影響を与えた、オリオールパークアットカムデニアーズ。 これは90年代以降、メジャーリーグで主流となった、オリオールパークアットカムデンヤーズに代表される、新古典派の考え方を、広島球団が本球場に取り入れるよう要望した、ためである。建設予算等で制約はあったものの、オラクルパークの設計を参考に、構造物内の配管は、剥き出しのままにしつつも、客席スペースは広く取ると、ここでもメジャーリーグ流の機能的、 かつコスト配分のメリハリをつける設計思想が採用され、さらに建設時においては2階スタンドにプレキャスト工法を導入すると様々な工夫により建設費用抑制、後期短縮を実現した。また当初の球場本体建設費90億円とは別に広島球団はプロ野球工業に必要とされる設備の建設費として十二億円を追加負担。 最終的には建設費として110億円余りが注ぎ込まれた結果、規模、設備面において、国内のオープン球場としては屈指のものとなった。雑誌、日経アーキテクチュアの記事では、松田スタジアムのハード面の特徴として、途切れずにつながる、幅8から12メートルのループ上コンコースを設けた、こと。客席のバリエーションを増やし、 グループ席やパーティー席など団体用の空間を随所に設けたことの2点を挙げた。設計は環境デザイン研究所が手掛けた。研究所会長のセンダ・ミツルが有敢構造と呼ぶ複数の道と広場を組み合わせた建築コンセプトを取り入れている。センダはじっと座って試合を観戦するのが苦手でアメリカのスタジアムでも ゾーニングを無視して歩き回っていると注意される場合がある。階級社会の現れだと思った。自由に回遊できる場所を作りたいという思いが強くあったと説明した。国内の球場としては初となる数々の試みは従来の野球ファンのみならず、これまで古い市民球場での観戦をためらっていた人々をも受け入れることになった。 三世代から幅広い支持を集めたことにより、広島球団の2009年観客動員数は、当初目標の150万人を大幅に上回る過去、最多の187万人に達した。さらに同年の年間売上高も、過去最高だった2008年のそれを46億円、上回る117億円となり、初めて100億円の大台を突破した。また、 中国電力系のシンクタンクエネルギア総合研究所の発表によれば2009年シーズンにおける広島球団の活動による経済波及効果は約185億円に達し旧市民球場時代をはるかに超えるものとなった観客動員数は2009年以降も150万人を割ることなく推移している会場から6年目になる2014年は 好調なチーム成績にも支えられた結果、過去最高だった2009年を上回る190万4781人を動員し、経済波及効果は217億円と試算されたが、翌2015年は、黒田弘樹、荒井貴広の復帰により、チーム人気がさらに高まり、9月27日の大阪新戦で、球団史上初となる200万人の大台を突破。 最終的には211万266人を動員し、経済波及効果は248億円に達した。さらにカープが25年ぶりにセントラルリーグ優勝を果たした2016年は、球団史上最高の237万4376人を動員。優勝がかかるマジックナンバー2で迎えた9月8日の対中日戦では、 スタジアム史上最多となる32,546名の観客を記録するなど、経済波及効果は340億円に達した。広島球団が本球場により観客動員を大きく伸ばしたことは、各界から注目を集め、2013年から2017年の5年間で、2020年、東京オリンピックパラリンピック組織委員会、プロ野球関係者、 J リーグ各クラブ、全国の観光庁などから、延べ200団体以上、約2900人が本球場の視察に訪れた。2017年5月に改修工事が完了した遥か夢球場は、広島球団の松田オーナーからアドバイスを受けた結果、球場の形状を左右非対称とし、左翼後方を列車が通過する景観を活かした設計となっている。 また、球場新設の動きが、相次ぐ韓国プロ野球からも7球団が視察に訪れ、結果、2014年に開場した、公衆機やチャンピオンズフィールドに、大型コンコースが採用されると、その設計に、大きな影響を与えた。1995年、JR 貨物の東広島駅は、旧広島総車場跡地に移転し、広島貨物ターミナル駅として開業した。 東広島駅の跡地は線路が撤去され、以後10年以上にわたり広大な空き地が広がっていたが、2006年10月の球場設計案決定以降は順次整備が進められた。まず前段階として、2006年12月に新球場のグラウンドとなる場所に地下貯留地を建設する工事がスタートした。この地下貯留地は大雨工事に、 広島駅周辺地域の浸水を防ぐためのものであるが新球場では貯められた水の一部をグラウンドの散水、トイレの洗浄等に利用している。2007年10月に完成した。翌11月下旬には球場本体の工事がスタートした。2008年3月まで基礎工事を行い、4月に内野スタンド1階部分の筐体工事がスタートした。 5月下旬、内野スタンド1階の筐体工事もほぼ完成、グラウンド整備が開始された。6月下旬、ティフトン芝の植え込み作業が行われ、7月中旬には緑に包まれつつあるグラウンドが現れた。同じく6月には外野スタンドの筐体工事もスタート。7月からは国内最大級となる650トンクラスの大型クレーンを活用して、 全国各地の工場で作られたプレキャストコンクリート柱の据え付けによる2階スタンドの建設が進められた。また、スコアボード、照明灯の建設も並行して進められ、12月には球場本体がほぼ姿を現した。2009年2月からは、照明灯の点灯テストが始まり、所定の性能を満たしているか、また球場性美児における状態などの確認が、 行われ、同時に、球場敷地内では植栽工事が進められた。2009年3月16日に工事は終了し、その後は、同月の18日から19日にかけて、マズダ・ズーム、ズームスタジアム広島の正面看板が、据え付けられるなど、球場内の広告、看板の設置作業が行われた。2009年3月28日には、 球場完成式が取り行われ、4月2日には、招待者向けの見学会、続く4日には、地元放送局中国放送により、事前応募から抽選で選ばれた2万人を招待して、プレオープンイベントが行われた。同年6月には、市民や、経済界から集まった、寄付金により、新たに、JR 乗客向けに試合経過を伝える、特典掲示板が完成した。 2013年のオフシーズンには車椅子利用者が増えたことに対応するため三塁側内野スタンドにてエレベーターの増設工事が行われ2014年5月から稼働したまた球場本体についても2012年はライトスタンド広報2014年はレフトスタンド広報さらに2016年にはスコアボード広報にそれぞれイベント用ブースが 新たに設けられると、順次増築が行われている。さらに新球場の周辺整備の一環として、球場と JR 広島駅および JR 天神川駅を結ぶ歩道の整備が行われており、これら歩道と新球場南側に伸びる。大衆通りを上空から眺めると、新球場を目玉に見立てた恋のぼりの形が浮かび上がる仕掛けになっている。また、 周辺の交通渋滞解消のため、球場南の大衆通りの車線増加工事、球場西側に位置する、工人立橋の拡幅工事、球場と平和を通りとを結ぶ段原カニア線の道路整備が進められ、これら工事も、球場完成と、ほぼ同じく、2009年3月に完了した。地上7階、地下1階、最高高さ、30.65メートルの規模である。 救急場との比較データは、下記の通りである。内野1階席内野2階席、すべての座席で、カップホルダーを備える高さ約50メートルの、照明等、左手前のネットは、JR 線路に対する、防球用ホームベースが、国内の他球場と異なる、西南西に一致しており、オラクルパークに非常に近い。内野の土は2016年から、 色彩の調和を考慮した結果、アンツーカー主体に改められた、春工時から2018年まで運用された、スコアボード。旧市民球場の2倍サイズの大型ビジョンを備えた2019年から運用されているスコアボード。大型ビジョンと一体化した、全面表示タイプに、リニューアルセンターバックスクリーン上に設置されている。ボード左側には、アサヒビール、右側には、 広島市信用組合の広告が入っていた。右端の最上部には会場以来、JAL の広告が入っていたが、2010年に経営破綻したためこの年限りで撤退。翌2011年からはセブンイレブンの広告が入った。球場付近を走行する列車から見える位置にも設置されていることから、スコアボードの裏面には、球場名ともに、ようこそ、ときめく広島へ。 という広島来訪に対する歓迎メッセージが入っている。ボード下部の広告スペースは会場当初はキリンビール1社だけであったが、後にキリンを含む5社が占有した。このほか内野2階席最前面にも特典表示用のサブスコアボードと会場映像装置が設置されている。2010年5月11日、ボールカウントの表記をストライク、ボールの サブ表記からボール、ストライクのビゾ表記に変更された。これは国際監修に基づくもので横浜スタジアムに次いで国内では2例目。14日の交流戦から使用開始している。2015年からは投手の投球数が表示されるようになった。1階スタンドと2階スタンドの中間にはメディア用の放送ブースや記者席が設置されている。 2016年から2018年まで NPB 本拠地12球場のうちスコアボードが全面表示タイプでないのは本球場のみであったが2018年オフの改修工事にて三菱電機製のオーロラビジョンに更新従来面積比で約1.5倍となる高さ7.04メートル長さ37.44メートルの全面表示タイプ化され2019年の オープン戦より運用されている。リニューアルに伴い、イニングは9回までとなり、ボード上部に新たな広告スペースが設けられ、全面表示化に伴って、行き場のなくなったード計が移設された。メディア用の放送ブースは1階スタンドと2階スタンドの中間に設置されている。テレビ放送ブース2室、ラジオ放送ブース4室。常設の放送ブースでは足りない場合は、 内野スタンドに仮設ブースを設営し、対応する。設計当初、放送ブースは近年建設された他球場の例に、習い二2階スタンドの最上部に設けられる予定であった。一方、旧市民球場の放送ブースは、バックネット裏のグラウンドレベルに設けられていたが、これは、旧市民球場が建設された1950年代においては、 野球中継の主流が、ラジオ放送であり、選手の動きを詳細な言葉にして伝える必要がある、ため、放送ブースは観戦しやすいことが最重要であった、ためである。その後、球場の実施設計の過程において、旧市民球場の実況に慣れ親しんだ、地元放送局、RCC 中国放送から、放送ブースの設置位置に関する要望が出された結果、 最終的に現在の位置に落ち着いた。球場完成後も、かつての旧市民球場と同様順次改修が行われている。2013年、会場から5年目を迎え、レフトスタンド中心に大幅な改修の手が入った。2010年から稼働した太陽光発電設備。環境問題がクローズアップされる昨今において、欧米では、 敷地面積の大きなスタジアムへの太陽光発電の導入が相次いでいる。2007年にアメリカの AT&T パークは野球場としては世界初となる年間12万キロワットの発電能力を持つ太陽光発電システムを設置したが日本では埼玉スタジアムに1 0 0や熊谷スポーツ文化公園などで比較的小規模の太陽光発電が行われているに 過ぎなかった。2008年、広島市は2009年度市役所低炭素化プロジェクトにおいて当時建設中の新球場に年間10万4 8 0 0ットの発電能力を持つ太陽光発電システムの導入を決定した。2009年のオフシーズンを利用してスタンド屋根に560枚の太陽電池パネルが設置され、 同様の工事が行われた阪神甲子園球場と共に2010年春以降国内初のスタジアムによる大規模太陽光発電を行っている。発電された電力はナイター照明のほか空調設備などに使用されており二酸化炭素の年間排出量を約70トン削減できるとされている。球場正面のエントランスには PR モニターが設置されており 来場者はここで発電状況を確認することができる。2010年の広島球団創設60周年を記念し、地元メディアの中国新聞社にて歴代の名選手について読者投票を行い、選ばれた17名の選手をカープの星と名打ち、そのレリーフを同年5月以降に球場西側の大型スロープ、 広島市西カニアプロムナードに設置することになった。投票の結果、選出された歴代選手は以下の通りである。なお、広島球団史上最高のスタートされる山本浩二と木笠よしの両選手はその功績から無投票当選となった。2014年3月には前田智則、2017年3月には黒田博樹が、 新たにレリーフに加わり19名となった。ファンからの要望により設置された球場外トイレ。2009年以降、試合開始当日は球場開門前から多くの野球ファンが訪れるようになったが、球場外にトイレがなくて不便との苦情が相次いだ。そのため球場内の関係者用トイレを臨時開放する通して対応してきたが、2009年の オフシーズンを利用して、球場正面入り口東側に、トイレが建設された。ファンや企業からの寄付金により建設されたこの施設は、オストメート、車椅子利用者に対応する多機能トイレや、ベビーチェアが用意された、身体障害者用、個室一室を備えている。2016年オフシーズンには、 球場のさらなる快適さの向上を図るため、1億8500万円を投じて、コンコース内にある7カ所のトイレの改修が行われた。90個あった洋式トイレを94個に増やした、上で、女性用トイレのすべてに、温水洗浄便座が設けられたほか、男女用ともに壁紙、床、天井を新しくし、ドアは木目調に、 洗面台の鏡は壁一面にはめ込まれ、照明は LED 式になると、様々な回収が加えられたことにより、明るく開放的な空間になった。さらに、米国の野球場を視察した、球団職員の提案により、男女用ともに試合中に行けるようラジオによる、試合中継が流されるようになった。会場当初からあった、車椅子観戦スペースに加え、年々、 車椅子でも利用できる特別席が増えてきたことに伴い会場当初からのエレベーター数では対応が難しくなったそのために2013年オフシーズンを利用して緊急時に患者を搬送できるストレッチャーを搭載可能な大型エレベーターの増設工事が進められ2014年5月から稼働したこのエレベーターは 従来からあった三塁側内アスタンドのエレベーターの位置からさらに新商社用駐車場に近い場所に設置されている。2012年3月、球場正面入り口右横のスペースにスタジアムカフェが新設された。来場者は食事を楽しむだけではなく貸し出されるチョークを使ってカフェ内のカラフルに装飾された壁に選手へのメッセージや伝言などを自由に書き込むことが できる。2012年12月には壁面に大型 LED 液晶ディスプレイが設置され、カートに関連した映像が常時流されている。2014年オフには大規模な改修が行われ、ヨーロッパのガーデンハウスを参考に小物、雑貨屋とカフェを併設したシーガーデンとして2015年3月リニューアルオープンした。パーゴラを利用して制作された竹細工。 2010年、バックスクリーン裏側のコンコース上に、パーゴラが新設され、ガーデニングの立体的な景観を楽しむようになる。ほか、デーゲームの日差しをしのげる畑ができるようになった。初年度となる2010年は、朝顔とゴーヤが、パーゴラで栽培され、これらは、緑のトンネルと名付けられた。2011年以降はこれらに加えて、 竹原市特産の竹すだれがバーゴラに取り付けている。2012年は竹原市地区工芸振興協会の手により新たにバックスクリーンの横にも竹製のパーゴラが設置されたが2013年からこの場所にはパーティーグリルが設けられたため現在は撤去されている。2010年3月センター側ワウッドデッキ席の後部に球場と同じ高さ、同じ材料を使用した。 ラバーフェンス2枚と打球に飛びつく、等身大の天谷総一郎人形が設置された。さらに2011年は、日本の野球史上、最も衝撃的なキャッチとして、世界的な話題となった2010年8月4日、対横浜ベイスターズ戦の赤松正人の、スーパープレイを再現した人形が、新たに加わった。また、2011年のシーズンから、 内野スタンド2階に3から10歳の児童を対象としたふわふわカープ坊やと銘打った遊具が設置され2012年には新設されたコンコース一塁側多目的スペースにカーパくんと銘打ったカバのオブジェが登場さらにその屋上にはスライリースライダーと銘打った遊具が設置されたこれらの遊具は2018年にアウトドアデッキ オブジェデッキがオープンしたことにより、現在では、スコアボード広報のイベント用ブースに移動している。2012年11月23日には、ライトスタンド棒のルネサンス棟に、恋の壁画がお目見えした。2013年3月から、球団は、ルネサンス棟の一部を、グッズショップとして利用しているが、その周辺を彩るため、京都市左京区の画家、 木村秀樹氏に作成を依頼したもので、縦4.5メートル、横60メートルの壁に、108匹の真っ赤な鯉が、無心に前へと泳いでいく姿が描かれている。2016年4月には、球場入り口近くのカープ屋内練習場デッキに、お化け屋敷、ザクロ女の家がオープン、同年7月16日からは、大二幕が開催された。2018年5月には、 球場会場10周年を記念したイベントが開催された。これは、ポルトガルのカンポマイオール市の鹿祭り、揚げ市の笠祭りを参考にしたもので、天候統計から晴天が最も期待できる5月25日から27日にかけて開催された。前述の通り、会場年の2009年から2018年までは、 全面表示タイプではないスコアボードを採用していたが、映像による演出に制限があることに加え、会場から10年を経過して老朽化が目立つようになり、球団やファンから全面表示タイプのスコアボード導入を望む声が聞かれたことから、2018年のシーズンオフにスコアボードの全面回収工事を実施した。総工費は約3億6700万。 2018年11月26日着工、2019年2月28日完成。同年3月5日の対巨人戦で初お披露目となった。2013年のペナントレース開幕に合わせて、ライトスタンド1階席の宇宙館、バックスクリーンの付近の最上段の箇所に、エディオン協賛の懸賞金付き看板、エディオンゾーンが設置された。 プロ野球一軍公式戦においてこの看板に当たるホームランが出た場合賞金100万円が送られることになっている CC ダンスの初披露ダグアウト横のカメラマン席砂かぶり席のフェンスと比べるとカメラマン席の塀がやや低いことがわかる本球場の特徴の一つに内野スタンドの最前列部分がグラウンドレベルから約90センチメートル程度 取り込まれていることが挙げられる。これは、臨場感を売りとする、砂かぶり席と、メジャーリーグのスタジアムに習い、低い位置にダグアウトを設けるために配慮されたもので、あるが、ダグアウト横に設置されたカメラマン席も、同様に低い位置となっている。砂かぶり席とダグアウトの前面には、フィールドでプレーする選手が、ファウルボールを追った際に床下に転落しないよう、 高さ 90cm のフェンスが備え付けられているのに対してカメラマン席の前面はカメラマンの撮影を妨げないよう高さを 55cm に抑えた塀が代わりに設置されている。球場会場前に行われた実践練習にて当時の広島監督マーティ・ブラウンはカメラマン席の塀が砂かぶり席のフェンスと比べて高さが抑えられたことに対して 選手がファウルボールを打った際に転落してしまう可能性を指摘した。選手の安全面に万全を期すため、広島球団と審判団が話し合った結果、カメラマン席の塀に選手が足をかけたり尻や膝を乗せると体を預ける体制になった時点で仮に補給してもファウルボールと判定することになった。なお、このルールが適用されるのは、 カメラマン席に限定されており、砂かぶり席ダグアウト前のフェンスについては、それに体を預けて、フライを補給した場合でも通常通り、バッターアウトが宣告される。当初、過小として、広島市新球場などの故障が用いられていたが、2008年3月の広島市議会での議決により、球場利用に関する広島市条例が制定され、正式名称は、 新広島市民球場となった。さらに2009年4月1日には、旧市民球場から名称を引き継いだ、広島市民球場に変更されている。ただしマスメディアにおける、故障、道路標識や歩行者案内、観光地図、印刷物などは、講述する、命名権による愛称が利用されるため、この正式名称の使用は、最小限になっている。 球場正面の壁面に掲げられた、マズダ・ズーム、ズーム・スタジアム・広島のロゴ看板条例上の名称、広島市民球場の看板も入り口上部に掲げられている、夜間時における、球場正面度系統は2014年に、中電工から寄贈されたもの調信は、バット、単身はボールがデザインされ、1時間に1度調信と単身が重なると、 バットでボールを打つシーンが演出される正式名称とは別に相性として広島市は将来の球場回収費に充てることを目的とした命名権の導入を決定2008年11月4日に開かれた選考委員会での選定を経て11月6日に広島市は松田を命名権取得予定者とすることを決定した10月に松田が提案した内容は 名称は、マズダ・ズーム、ズーム・スタジアム・広島で、契約期間は2009年4月1日から2014年3月31日までの5年間で、年額3億円。ズーム・ズームは、マツダのキャッチコピーである、ズーム・ズームもっと乗りたくなる。マイナスから引用された言葉で、英語圏における、用事語の、自動車を意味する。 命名権で企業名や商品名ではなく企業団体のキャッチコピーが用いられるのは異例。マツダは社会貢献の一環として観客来場者数百万人につきマツダの福祉車両を社会福祉団体に寄付することやカープ球団の歴史を展示するコーナーの解説風力発電の電力を購入支給上で使用するとしている。またマツダはこうした 提案内容とは別に、自己負担より、新たな名称の提案を行うこともできるとされた。2008年12月24日、松田と広島市は命名権について、正式契約を交わした。契約までに、市民やファンの間で、ズムスタ、松スタなど、複数の呼び方が広がったことを踏まえ、混乱を避けるために、松田は、広島市に略称を提案。 松田スタジアムとすることで合意した。松田と広島市は、マスメディアに対して、松田スタジアムの略称を試合中刑事等に、使ってもらうよう働きかけている。命名権については、2004年の、球回再編問題を契機とした、現市民球場改築か、新設球場かをめぐる議論がなされていた当時から、建設、運営費用を確保するための手段として、 検討されていたものである。なお、旧市民球場にも命名権導入が検討され、常石造船や泉が取得の方針を示したが、使用可能期間が短い、市民球場の名称に愛着がある、等の理由より見送られた。2008年7月に、広島市は諸条例を改正の上、新市民球場に命名権を導入する方針を示した。募集に対し、 対象企業は、広島県民に浸透しやすいように過去1年以上、広島県内に本支店を置く企業とされ、さらに以下の条件を満たすよう求めていた。この命名権購入については、松田、泉などの企業数社が検討していると報道されていた。2008年10月8日に1回目の選考委員会が開かれ、募集要項を呼び、選考方法が決定。 10月10日より募集を開始。10月27日締め切りで、それまで報道されていた、松田、泉の2社が、応募月4日に開かれた2回目の選考委員会で、命名権購入企業を選定した。5日の市長報告の時点までは選定の公平性を確保するため、応募企業や、購入企業、急上名は伏せられており、落札決定までに、 自らの応募を公表した企業は失格するものとされた。選定にあたっての基準は下記の3項目であり、11月5日に選考委員会は松田の当選を市長に報告、翌日6日に広島市は命名権取得予定者を正式決定した。2013年7月26日に広島市は2014年度以降の命名権を 年間2億円以上5年間で募集した。なお前回募集時は株式会社のみとされていた。応募対象は公益法人、特定非営利活動法人を含む各種法人、個人まで広げられた。同年8月30日、広島市は公募結果を発表した。応募は松田一社で新たに年間2億2000万円5年契約を結び、名称もこれまで通りの マズダズーム、ズームスタジアム広島となった。なお2013年の契約では松田に対して次回契約更新時における優先交渉権事項が追加されており、その結果、2019年3月1日、松田が2024年3月31日まで契約更新したことが発表された。命名権料は年間2億2000万円。建物完成に合わせて、 長期保全計画を策定し、松田からの命名権料を年間2億2000万円は大規模修繕費として積み立てている。それまでの旧市民球場では所有する広島市が直接施設の運営を行い、試合開催時には広島球団に球場内の売店などの営業権を認めるという方法をとっていたが、本球場では2003年の地方自治法改正により、 運用が開始された指定管理者制度を導入することとなり、2008年6月28日の広島市議会にて広島球団を指定管理者とすることが議決された。日本プロ野球の本拠地球上の管理運営に球団が直接関与する事例としては、ホットモットフィールド神戸、クリネックススタジアム宮城に次ぐ3例目、球団が 指定管理者として運営する事例は、ゾゾマリンスタジアムに次ぐ2例目となる。これらの球場では、球団に球場内の売店、看板広告の自主運営が認められた上に、球場設備をある程度自由に変更できるようになり、球団の収支改善に大きく寄与することが期待されている。指定管理者制度のスキームでは、 広島東洋カープ球団は指定管理料を得ず、利用料の収入から維持管理費を除いた金額を広島市に納付する。建設費などにかかる広島市の主催は30年償還である。広島市の指定管理期間は通常5年だが、松田スタジアムでは長期のプロ野球工業を前提として10年契約としている。広島市は 公設の建物を改変する球団の創意工夫を認めてきた。広告収入が球団に入るようにするなど、営業努力が報われるスキームを作った。利用料収入が十分にある場合は、市に対する納付金が上がる仕組みである。2008年10月28日、総合商社の三井物産は、広島球団とスポンサー開拓業務をはじめとする。 球場の共同運営を行うことを発表した。これは昨今、プロ野球球団の収益源として従来重きをなしていたテレビ中継の放映権収入が減少し、代わりに球場入場料や看板広告、飲食物販売等の収入が重要視され始めた状況下において、本球場は旧市民球場の5倍の売店面積を持つなど、充実した設備を持つが、 これにマッチした運営を行うために、経験豊富な三井物産のノウハウを借りて、収益を伸ばすことを狙ったものである。三井物産は、総合商社としての顧客ネットワークなどを活用しながら、スポンサーゲームの企画や、商標券の販売、観客席の命名券の販売などを手掛ける方針で、スポンサー収入に応じて、成功報酬を受け取ることになっている。また、 球場内のケータリングをはじめとするフードサービスについて広島球団は広島アジア大会の選手村の食堂運営、阪神甲子園球場のフードサービスを中心としたコンサルティング業務などの実績を持つ三井物産系の AM サービスと包括的な業務委託契約を締結した。スタジアム内の飲食店舗のほかスポーツバー、パーティールーム、 スイートルーム等のフードサービスを一社の包括運営 A とするのはメジャーリーグで導入事例が多いものの国内では初の試みで2010年時点において AM サービスでは広島風お好み焼きや広島風つけ麺、かき飯、おのみちラーメンなど広島ならではの名物のほか選手プロデュースのメニューを含む約100種類のメニューを提供している さらに新メニューに加えて、旧市民球場で年間約10万6000食を売り上げた人気商品、カープうどんも継続販売されている。旧市民球場で5店舗を出店していた、小異常食品は撤退することになったが、同じくバックネット裏に店舗で、カープうどんを販売していた丸林は引き続き、新市民球場のコンコースに新店舗。 カープうどんシンス1957を出展しており、2009年の年間売り上げは20万7566食に達した。この他に、結び武蔵や花岡、さらに、広島駅弁当たり株式会社が運営する、駅弁や、ボンルパト地元由来の企業が、数多く出展している。こうした多彩なメニュー展開の結果、2009年の、 広島球団の飲食売上高は前年比13億円増の20億円に達した。球場内の常設グッズショップ2013年3月に新設されたグッズショップ本球場の建物内には試合の有無にかかわらず開店するグッズショップが設けられている。旧市民球場では試合開催日に球場外正面玄関付近でグッズのワゴンセールを行っていたが、 付近は混雑するためお客は身動きが取れず商品をじっくりと手に取って選べるとは言い難い状況だった。また試合開催日以外では一塁側内やスタンド裏側に設置された商品販売部での購入も可能であったがスペースの都合上入り口がわかりにくい場所にある上売り場面積も十分ではなかった。グッズチケット販売や 球団の歴史資料を展示する常設施設としては、広島市内に球団所有の施設であるカルピオもあるが、場所が球場から離れている上、日曜日、休日は試合開催日以外は閉店していた。これらの反省点を踏まえて、本球場の正面ロビー付近に設置されたグッズショップは2階建てで、売り場の総面積424平方メートル、内装は レンガ作りで、壁には巨大なグローブやボールが飾られるなど遊び心、溢れる作りになっており、広島球団が取り扱うグッズは、全種類が用意されている。グッズショップは、球場の小倉落としなる2009年地元開幕のタイ、中日戦よりも1週間早い4月3日にオープン、したが、試合開催日以外にも多くのファンが訪れるようになり、2009年の、 広島球団のグッズ販売校は、広島市民球場ファイナルイヤーで盛り上がった2008年を10億円、あまり上回る20億円に達した。こうして、球場正面に設置された、グッズショップだったが、試合会再日は、カープファンが多く集うライトスタンドからはやや距離がある、ため、彼らが足を運びにくいという難点があった。 そのため2013年3月、ライトスタンドボーにオープンしたルネサンス棟を利用し、新たなグッズショップが増設されており、こちらは試合会再日のみオープンする。2015年シーズンオフには、ユニフォームが並べられる、球場正面、グッズショップの2階部分について、混雑を緩和するための増床工事が行われた。一般座席2009年2月13日、 広島球団は公式戦における座席価格を発表した。旧市民球場で応援しやすいことから人気があり、その結果、座席の場所取りが激しかった外野スタンドは、本球場では全席が指定席とされる一方で、販売が振るわず、稼働率が25%程度に落ち込んでいた2階席は、大部分が自由席とされ、大幅に価格が引き下げられている。こうした、 これまでの販売状況の見直しに加えて、本球場では座席そのものが、旧市民球場と比べて大幅に快適になることが考慮され、球場全体としては一席あたり100円300円程度の価格上昇となった。ライトスタンド上に設けられた、カープパフォーマンスシート。パフォーマンスシート本球場では、旗や鳴り物による応援活動は、パフォーマンスシートと名付けられた。 外野二階席に限定されている。ホーム側応援席となるカープパフォーマンスシートは外野ライトスタンドにビジター側応援席となるビジターパフォーマンスシートはレフトスタンドに近い三塁側内野スタンド後方に位置する。かつてプロ野球の応援活動は内野スタンドで行われていたが、現在においてはビジター側に限定されているとはいえ、 内野スタンドに応援活動エリアが設定されているのは本球場が唯一である。JR の路線沿いにあるという地理の関係上、レフト側外野席を大きく削ったスタンド形状になっていることから、日本の球場では珍しく、ファウルグラウンド横のスタンドに活動エリアを設けた。基本的に応援団は活動許可を得た上でこのエリア内にて応援活動を行う。 それ以外のエリアでは応援団のみに許可される行為を禁止としている。プレミアムシートさらに一般席とは別に以下のような足したような特別席が用意されている。こうした新たな種類の座席が用意されることから旧市民球場では11区分だった観客席チケットは本球場では27区分とより細分化されている。なお、2010年から 以上の席を一部改装し新たな区分を設けた。本球場が建設された貨物ヤード跡地は全体で11.6ヘクタールの広大な土地であり、そのうち球場用地として利用されるのは中央部分の約5ヘクタールである。残る球場を挟んだ東側と西側の未利用地には、プロ野球が開催されない日も賑わいを創出できる、う集客施設が建設される。 2006年9月に行われた、球場設計コンペでは、設計者が、球場設計案とともに、この未利用地の将来の整備イメージを提出することが、認められており、最優秀案に選ばれた環境デザイン、研究所案では、恋をイメージした躍動する屋根、スポーツミュージアム、平和広場などが提案された。2007年11月、正式に、広島市は、 この未利用地に集客施設を建設、運営する民間事業予定者の募集を行った。募集要項では、景観的に球場とのバランスが取れていること、JR 列車からの景観に配慮すること等が条件とされた。計画の策定が円滑に行われるようにするため、民間事業予定者に対して、コンセプトやデザインの指導を行うマスターアーキテクトには、 新球場設計者である環境デザイン研究所が任命された。その後、2007年12月中旬までに5つの民間事業体からアミューズメント施設、フィットネスクラブ、スポーツクラブ、温浴施設、観覧車などの集客施設のほか飲食、物販の商業系施設、合わせてマンション、病院などを建設する概要案の応募があり、 さらに2008年3月下旬までに、これら概要案を応募した5社のうち3社から詳細な事業計画案が提出された。選考委員会で審査した結果、三井不動産、コナミスポーツライフ、ラウンドワン等で構成する民間事業体の計画案、広島ボールパークタウンが資金計画や出店企業が具体的で実現性が高い事業内容が 近隣の商業施設と競合しない上、広域集客が見込めるなどの観点から、最優秀案に選ばれ、広島市は、同年4月28日、新球場周辺の事業予定者とすることを、正式決定した。最優秀案は、球場西側地区を、観客を迎え、交流を育むライフスタイルセンターとし、大型スポーツストア、コミュニティホテル、マンションのほか、 球場の利便性向上に貢献する商業施設として飲食、物販等のサービス店舗が整備される。一方、球場東側地区は様々なスポーツレジャーを満喫できるスポーツエンターテインメント都市、大型スポーツクラブ、複合エンターテインメント施設が並ぶ予定である。西側地区は球場の玄関となる大型スロープと連結し、また東側地区は 球場の大型コンコースに連結することで、球場と各施設を合わせた街並みに回遊性が生まれる計画である。土地購入費を含めた総事業費は、AB 地区合わせて160億円、新球場と合わせて年間680万人の集客を見込むものとされた。当初は最優秀案で提示された各施設の基本計画の 策定を2009年2月に終了させ、実施設計を経て、2009年9月に、球条東側地区、2009年12月に、球条西側地区が着工する予定としていた。しかし、折からの急激な国内経済情勢悪化に伴い、主要企業以外に出店が見込まれていたテナントの事業参画交渉が難航しているとして、 事業代表の三井不動産は2009年2月16日、基本計画書の提出期限延長を申し入れたため、広島市も了承し、工事着工は先延ばしされた。2010年10月28日、三井不動産は難航していたテナント誘致にめどがついたとして、策定が遅れていた基本計画書を広島市に提出した。この計画では、 球場東側地区の先行整備を行うこととし、ラウンド1に代わって、ウェアハウスクラブチェーンのコストコホールセールを、さらに、コナミスポーツライフに代わって、ルネサンスを誘致するものとなった。さらに、これら集客施設と球場は接続されており、プロ野球開催時には集客施設、商業棟内に、球場集客用の駐車場が200台分用意される、内容となっている。 B 地区における総事業費は約100億円である。これを受けて、広島市は基本計画と最優秀案、広島ボールパークタウンとの整合性を精査、さらに球場西側地区の整備を確約するよう三井不動産と協議を行った結果、2016年2月までに三井不動産が A 地区の用地を購入することになった。 こうして2011年1月14日に計画は承認され、2011年12月から、球場東側地区の工事が開始、2012年9月にルネサンス広島ボールパーク店、2013年3月にコストコ広島倉庫店がオープンし、さらに2014年8月にマンションが竣工する一方で、球場西側地区は、 球場東側地区に当初予定されていたアミューズメント施設の誘致を目指すとされ引き続き計画の調整が行われた。2014年1月8日、広島市は三井不動産が示した球場西側地区の開発計画を承認したことを発表した。大型スポーツショップ出店が計画されていたプロムナードの北球場寄りのエリアは広島球団が 三井不動産から土地を買い取り、総工費16億円をかけて、広島球団史上初となる球場と隣接した屋内練習場が建設されることになった。この練習場は45メートル四方のグラウンドと4つのブルペン、4台のピッチングマシン、さらに2階、3階には多目的室を備えており、従来の王の練習場より、 大きな3206平方メートルの空間が確保されている。さらにプロムナード北入り口部分のホテル、賃貸アパート建設を計画していたエリアには15階建てのマンションが建設され、球場完成以後は駐輪場やシャトルバス乗り場として利用されていた。プロムナード南エリアは IKK によるゲストハウス型の結婚式場が誘致されることになった。H 区における 総事業費は約66億円である。東側で計画を断念したアミューズメント施設は、西側でも実現しなかったものの、一軍選手用の施設とされる、広島球団の屋内練習場は3階部分に、プロムナードに連結した歩行デッキが設置され、ファンが気軽に練習風景を見学できるようになった。また、少年野球教室等のイベントにも活用されている。 さらにゲストハウス型結婚式場には一般利用可能のカフェとレストランが併設されている。屋内練習場と結婚式場は2015年3月に竣工マンションは2016年10月末に竣工し、これをもって球場西側地区及び東側地区における付属施設の開発は完了した。広島駅から観客を誘導する。 球場西側の大型スロープ本球場は MLB のスタジアムに範囲を取り従来の日本の球場にない特徴を備えているがその結果として当初は様々な運用上の課題が出たため各種対策を行っている広島球団の意向もあり新市民球場では従来の外野に加えて内野にも天然芝が植えられているそのため 初代広島市民球場で行われていた少年野球、ソフトボールはプロ野球、高校野球に比べて、類間距離が約4から10メートル、短く、そのままでは二塁ベースを天然芝の部分に設けざるを得ず、天然芝の部分をベースランニングすることとなり芝を痛める原因となるとして、広島市は当初、これらの試合の受け入れは困難との認識を示していた。 しかし、旧市民球場を利用していた少年野球関係団体などから子どもたちの夢を奪わないでほしい等の陳情を受け再検討した結果、試合間隔を空けること、内野天然芝を保護するシートを敷くこと等により対応している。また試合観戦の臨場感を重視したため、MLB のスタジアムでは当然であるが、 日本の球場としては珍しくダグアウト上部以外に感染の妨げになる内野フェンスは設置されていない。これは感染者にとっては非常に都合が良いものの高校野球の応援におけるブラスバンドはグラウンドに背を向けて演奏するため打球に対する安全性が確保できないとして2009年は禁止されていた。2010年以降は 各出場校の野球部員が演奏の脇でグラブを持ち打球に対処することを条件として、ブラスバンドは解禁された。一方、球場に隣接する駐車場については、周辺道路事情を考慮して、事前予約制とされ、一般車両、大型バス含めて約500台分用意されるが、球場駐車場に駐車できない観客は、 他の広島市内各所の駐車場を利用する必要がある。そのため球場までの交通手段については、JR 広島駅からの徒歩が主となる。その対策として、歩いてくる観客を迎え入れる球場西側の大型スロープ、広島市西カニアプロムナードに加えて、球場完成までに、JR 広島駅南口から、 スロープ入り口に至る道路を中心とした整備が行われた。さらにこの道は、往来の集中が予想される試合開始前終了後の1時間、車両の進入を禁止し、歩行者専用道路となる。一方、JR 西日本でも広島駅南口改札の増設、広島駅南口地下改札口の利用時間延長を行うとともに、 東隣の天神川駅からの利用も想定して、天神川駅下りホームの改札口増強、生産期新設を行った。さらに、ナイトゲーム開催日には、広島駅から臨時列車、赤ヘルナイター号を運行開始した。2016年からは、デーゲーム開催日にも運行されるため、臨時列車の名称は、赤ヘル号に変更された。詳しくは、 広島シティネットワークを参照。また、球場周辺には駐車場とは別に、自転車、バイク利用者の利便性を図るため、球場南側と北側、さらに西側の未利用地も利用して、約2000台分の駐輪場が用意されていたが、西側未利用地の再開発が進んだ結果、2015年5月、この部分の駐輪場は、プロムナード下に移設された。 この西側駐輪場の縮小に伴い、球場東側のコストコ横に新たな駐輪場が用意されている。本球場は2009年11月からは市民の希望者に対して一般開放が行われている。内外野の天然芝を育成、保護するため以下の使用条件が定められている。 ついたち一団体のみに貸し出しついたち五時間までの使用最大二試合まで使用するスパイクは、利面が金属製以外のもの最初の開放日と予定されていた2009年11月14日の使用抽選は同年10月3日に松田スタジアムで行われたが、球場への高い関心もあって108団体が応募、さらに11月21日、22日の 使用抽選も10月4日5日に続けて行われたが、88倍60倍という、高倍率となった。2010年以降も、一般開放はシーズン中から2月中旬まで行われているが、4月9月10月は貸し出していない。12月1月2月は、競争倍率が10倍以下の日もあるものの、球場への関心の高さに加え、利用制限があることも手伝って、 同時期の旧市民球場の使用抽選倍率よりも高い。新市民球場地下に存在する大衆雨水、貯留地の関連建物本球場グラウンド地下には、集中豪雨時等広島駅を含めた、球場周辺地域の雨水を溜め込むことで、浸水被害を防ぐ、大衆雨水貯留地が設けられており、スコアボード裏には、関連建物がある。 局所的な集中豪雨に対応するため、現在、各都市において雨水貯留管の建設など様々な雨水対策が進められているが、都市地下に巨大なシールドトンネルを築造する工事は多大な、費用と長い期間を必要とするため、財源確保と後期短縮は大きな課題となっている。このような中、広島市では新球場の地下に、 周辺地区の雨水の流出抑制と再利用を行う大容量の貯留地を建設するという構想を打ち立てる。貯留地の建設は2006年11月より開始され、球場着工直前の翌2007年11月に完成した。総工費は45億円。貯水量は1万5千立方メートル。直径100メートル。 高さ3.5メートルの円筒型で溜め込まれた雨水は、大須下月水処理場で処理される。この貯留地へ雨水を流入させるため、球場周辺には、直径0.9メートルから2.2メートルの雨水流入車周管が総延長で、約900メートル整備された。その結果、JR 広島駅周辺の市街地を含む大周廃水区は、 中前1時間あたり20ミリまでの降水量にしか対応できなかったが、2.6倍にあたる53ミリまで対応できるようになった。また、貯留地に貯められた雨水の1000立方メートル分は、施設のろ過装置を通すことで、本球場の天然芝への散水やトイレ用水として利用されており、水道料金の軽減に大いに役立っている。メインアクセスとなる、 広島駅から新市民球場まで続く道、試合開始自然、終了後の1時間は歩行者専用道路となる、松田スタジアム前バス停。ありがとうございます。